ジョン・ワシントンは、バージニア植民地のイングランド系アメリカ人。初代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンの先祖にあたる。ローレンス・ワシントンとアンフィリス・ツイグデンの息子として、生まれた。イースト・ライディング・オブ・ヨークシャ・サウス・ケーブに財産を所有するようになり、1656年、バージニア植民地に移住した。商船の二等航海士になり、その船のポトマック川での沈没後、 引き上げがなされたが、公開誌は辞任した。1674年の調査で、トーマス・リーにより、5000エーカーのランドグラントが、ジョン・ワシントンとニコラス・スペンサーに認められた。後のマウント・バーロンである。1656年に初めてバージニアに来て、プランテーションを経営するナサニエル・ポープ大佐の家に滞在し、娘アンと恋に落ちた。アン・ポープと結婚し、アンの父から、 結婚祝いにノーザンネックウェストモアランド群マティックス、クリークの700エーカーの土地をもらい、裕福な農場主となった。奴隷や、年季暴行によるタバコや、キッチンクロップスの栽培に依存していた。バージニア州、ハウス・オブ・バージェスに定住し、植民地内の政治家となった。ベーコンの反乱につながる事件の間、バージニアの民兵大佐に任命された。 敵対者やインディアンの州長との和平交渉中にメリーランドの人を支援する一団を率いた。民兵は様々な部族の6首長を殺し、インディアンたちは虐殺に対し入植者たちを後に襲撃して報復した。ウィリアム・バークレーはインディアン州長の殺害についてワシントンを強く批判したが、入植者はワシントンの虐殺を支持した。インディアンと入植者との関係が悪化した。 1657年にアンポープと結婚し、3人の子供がいた。アンの死後、アンジェラードと結婚した。彼女に先立たれ、彼女の妹、フランシス・ジェラードと結婚した。ジョンとアンポープは、コロニアルビーチのジョージ・ワシントン・バース・プレイス・ナショナル・モーニュメントに埋葬された。彼の墓は、家族墓地で最大である。地元アングリカン・コミニオンの教会区の名前が彼に、 敬意を表し、ワシントンに変更された。ありがとうございます。